はいどうも、りょうへいです。そしてカメラマンはどうも、ゆっぽんです。はい、珍しい組み合わせ。なんかね、ちょっと顔絡みは久々だねなかなかないですね、はい、ということで、本日なんですけれども、はい、埼玉県の春日部ボーイズさん、はいはいはい、に潜入しております。強豪ですよ。そうです、めちゃくちゃ強豪です。ということで、はい、まあ僕がここに出てるプラスユーポンがいるということはね、まあもうグローブ紹介を、あー出た出た、はい、させていただこうと思います。いやもうこの画角はもうそうでしょ。そうね、まあね、ちょっと今紅白戦をやってて、うん、今ちょうどお昼休憩の選手たちの分を取ろうと思います。なるほど。基本的にはみんな1年生だよね。はい、6年生あれ6年生いた。まあじゃあ、まあ、1年生以下だよね。オッケー、はい。ということで、まあ、1年生以下ってどういうこと2年生いる？あ、2年生いるの？行ってよ、早く。ダメだよ。じゃあ、お昼休憩組って言えばいいね。の、まあ、みんなのね、グラブ取っていくので、はい、ちょっとまた、高速グラブ紹介じゃないですけど、早めに回してみます。ポン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 。はい、じゃあみんな、来ようか。並べー。じゃあ、1人目、お願いします。お名前をカメラに向かって。ゆうとです。ゆうとくん、はい、はい、ありがとうございます。前にね、グラブ出していただいて。あ、水のプロ。おお。5DNA ですね。これ公式用で、はい、何年ぐらい使ってます？ちょうど1年ぐらい。おお、1年。1年だいぶ使い込んでますね。いいですね。このグローブでもっとバシバシね、いろんな難しいものさばいていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお名前を。はい、リーです。ルイ。リー君。はい、はい、じゃあグローブお願いします。お、これはジームス。ジームスか。三方針かな。かな。ポケットにしてください。はい、三方針ではない。ではないけど、ジームスで。いいですね。青ラベルって初めて見た。あんまないですね、うん、珍しい。で、すごい軽いし、あの取りやすそうなグラブしてるんで、バシバシボールさばいていってください。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、じゃあお名前をカメラに向かって。竹内さん。宮田琴です。コウタくん、はい、はい、じゃあコウタくん、コウタくん前に出しちゃって。はい、グローブ出して。あ、ローリングス。ローリングスか。プロプリファード。これはキャメル。キャメルですね。ローリングスの定番色。はいはいはい。でもね、すごい使い込んでる。チャージが出てる。うん、補給面ですらツヤが出るっていう。すごい。で、ちゃんとやってる証拠が出てるから、今後はね、しっかりと綺麗に磨いていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、アツヤくん、はい、お願いします。じゃあグローブ前にね、はい、出していただいて。ザナックスのトラスト X。 いいの買ったね。これさ、ステッチがさ、サックス。めちゃくちゃおしゃれだね。一目惚れ買ったの。はい、だめだよね。すごいいいグローブなんで、比較的新しい。はい、うん、たくさん、使ってって味出してってください。はい、はい、ありがとうございます。ゆうせいです。ゆうせいくん、ゆうせいくん、はい、はい、じゃあグローブ前出して。お、玉沢カンタマ。おお、これは渋い。玉沢カンタマですよ。しかもバックスタイルがね、うん、キャッチャーミットっぽいバックスタイル。そうね。で、これかなり使い込んでね、すっごいお手入れされてる。確かに。わあ、これはすごい。おお。しっかり使ってるけど、汚れはしっかり落としてる。ポケットの部分で取ってるのが分かるの、ね。分かりますね。すごい前ね。いいね。それ続けてってください。ありがとうございます。ありがとうございます。お名前を。ケンタです。ケンタ。ケンタくん。はい。はい、じゃあグループ前出して。ローリングス。おお。ウィザードかな。ウィザードです、ね。ウィザード、ウィザード。ウィザードですね。これオールラウンド。いや、内野用。内野用か。ウェブ珍しい。そうね。うん。外野用に多いウェブだったりとか。確かに。オールラウンドに多いウェブなんで。結構深く飛んでる。え、これさ、すごい使い込んでてめちゃくちゃかっこいいし。元の色なんだろうね、これ。スプレーの赤オレ。赤オレか。赤オレじゃないですかね、多分。もうでもなんかもうほら、なんて言ったら色がすごい。そう、味が出て渋い味、渋い赤になってる。ぜひぜひどんどん使っていってください、もっと。はい、ありがとうございます。はい、お名前を。ゆうとです。ゆうとくん。ゆうと。はい、じゃあグローブバーンと出して、はい、おー、ウィルソンの。これは外野手用。外野手用ですね。で、スーパースキンか。そうですね、はいはいはい、学生はまあ使えるからね、黒なら。うん、軽いでしょ。私いい意味で磨かなくていいから楽じゃん、はい、そうだよね。ラベルがこれがサックスとブラック。おお、サックスもね。サックスのなんか柄入ってますね。そう、柄入ってるやつ。はい、あ、影か。よいしょ。あー、いいですね。おしゃれだね。おしゃれ。いいね。おー、すごい柔らかそうで取れそうだから、どんどんガシガシ取っていってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。お名前はトウヤ。トウヤくん。トウヤくん。はい、じゃあグローブ。おは、これは激渋ですよ。あ、君好きなんじゃない、ユッポン。これ水のプロのダイバーシティブルーの内野賞。坂本選手モデルかな。かな。オーダーですね、多分これ。あ、ほんとだ。テンポビッチューかな。いや、オーダーです。オーダー自分で、うん、わー、いい。おー、すごいね。今じゃできないオーダーだからね。ちょっといい、2人とも。ここにどこですか、どこですか。あー、見えるかな、見えるかな。ちょっと影になってる。あー、いいですね。刻印のね。刻印がしっかり入ってます。2021年の4月にオーダーしたんで、2年くらい経つ。もうちょっと2年くらいか。そうね。かなりなんかしっとり感があるグローブなので、いいグローブ使ってるんで、お父さんに感謝して。お父さんに。はい、引き続き頑張ってください。ありがとうございます。はい、お名前を。カイタです。カイトくん。はい、じゃあグローブ前に。お、またザナックス。これは普通のザナックスかな。トラスト、トラスト X かな。トラストシリーズか。普通のトラストですね。うん、はいはい。これもキャメル。キャメルで、今度ステッチ見てください。ワインレッド、なんか渋い色。うん、濃い赤。でもさ、ウェブめちゃくちゃかっこいいね。そう、
大きいピッチャー用だね。これウェブで買ったでしょ。色とウェブで買った。ああ、はい、やっぱり言わされてる感すげえ。でもやっぱザナックスは球速いピッチャー投げてる、うん、使ってるイメージあるから。選手さんとかね、望月さんとか、うん、はい、じゃあぜひ速い球を目指して、はい、頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお名前を。はい、ゆずきです。ゆずき君。はい、じゃあグローブ前にさせていただいて。はい、お、グローバルエリートのピッチャー用。おお、こんなウェブあるんだ。これあの田中マー君のウェブじゃない？へえ。あ、じゃあかな、わかんない。見てるやつだよ。あ、ね、あ、はいはいはい。これもすごい使い込んでる。公式よ。公式です。うん、いいね。やっぱね、水野の黒ってすごいツヤが出る。そう、うん、ツヤ出てるってことは大事に使ってる証拠だからね。そう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 。このグローブでね、いいピッチングと教えてください。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。ひなたです。ひなたくん。ひなた。はい、じゃあグローブ前に出して。ああ、これたまらんやつだ。たまらんさんですね。そう、これは良平さん好きじゃないですか。うん、僕の一番でもないけど、まあ好きな選手、源田選手モデルですね。はい、これも公式よ。うん、みんなさ、すごいやっぱ練習より多いから使い込んでるね。ね、色が出てるんで、まあこれでどんどんたまらんプレーを。たまらんなプレーを。してください。はい、ありがとうございます。はい、お願いします。いつきです。いつきくん。はい、じゃあグローブ前に出して。お、Z をプロステかな。小林選手モデルか。はい、小指側に。そうですね。あるから。いいですね、渋い。うん。やっぱ黒のミットって渋くなるよね。そうね。本当に。これちょっと大きいでしょ。だよね、小林選手モデルが今ちょっとでかいから大きめだからね。ポケット深いから多分めちゃくちゃ取りやすいと思うんで。はい、でも紐とかも全然使った後はいっぱいあるのに、紐は全然、うん、状態いいね。状態がいい、いいところで取ってる、はいはい、証拠ですね。ポケットでちゃんと取ってるんで、はい、まあ成功しねやってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあお名前お願いします。リュウキです。リュウキ君。はい、じゃあグローブ前に出して。お、グローバルエリート。おお、これオールラウンドかな。すごいね、めちゃくちゃ柔らかそう、うん、どこでも曲げられて、でもポケットしっかりあってみたいな。確かに確かに。手の一部っていうような感じが。どこでも使えるやつですね。ちょっと待って、あれどうしました。意外とな。あれあらあら、ドーピングしたな。ドーピングですか。あ、まあね、そうやってちゃんとお手入れもね。確かに。あの、してるってこと。もっともっとお手入れしていきましょう。はい、お手入れ頑張ってください。ありがとうございます。じゃあお名前を。ヒロトです。ヒロト。ヒロト。あれ、はい、どっかで聞いたことあるです。どっかで聞いたことある名前ですね。ちょっと前に。これはエールストーリー。内野手限定の、これあのサードのあれじゃないですか。はい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 。サード用のウェブのやつ。S006 ってやつ。はい。これはじゃあジュテルか。いや、わかんない。わかんない。どこでか。テラダかもしれない。大宮のベースなんだ。あー、うん、広いね。広い広いけど指も長くてがっちり掴めるタイプのやつ、ね、うん、私もうなんかここのしっとり感が半端じゃない。いや、いいですね。うん、使いやすい。うん、本当にいいグローブなので、でももっとバシバシ使っていってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、じゃあお名前を。しゅんです。しゅんくん。もうフルネームバレちゃうね、これで、うん、これでバレちゃうね。じゃあグローブ前に出していただいて。お、玉沢。玉沢か。あ、このラベル、このラベル珍しい。うん、で、あ、ウェブ変えてる。あ、本当だ。相当使い込んでるね。これ、お下がりとか。はい、そうです。あ、先輩から。いや、お兄ちゃんの友達かな。おお、じゃあね、年季が入ってるグローブって最初からね、もう取りやすいし。確かに。しかも、多分ね、これちょっと補給面ブルっていう。あー、いい形してますね。丸いんよ、ザ公式みたいな。確かに。感じなんで、まあ、すごい多分使いやすいと思うので、これでガシガシとピッチャーの球ビタ止めしてください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、本日は潜入のグローブ調査の方させていただきました。皆さんね、やっぱ練習量多いから本当に使い込んでて、いい味も出てて、肩もいいっていうグローブばっかりだったので、第2弾、第3弾があったらそれも楽しみですね。はい、あるかどうかわかんないですけど。ということで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは、あいしょー。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。